ふう、やっと着いたな。結構いい旅館じゃねえか。そうですね。それじゃとりあえず荷物を部屋に運んじゃいましょ。何を悠長なこと言ってるには、そんなどうでもいいシーンまで描写してたら温泉編終わるまでに半年はかかっちゃうにはよ。荷物なんてその辺に置いといて即温泉には。さあさあ、うっせえな。荷物置くだけで半年もかかるかよ。2泊3日だぞこの旅行は。まあいいんじゃないですか。この旅館には私たちしかいないらしいですし、ここに荷物を置いておいても平気でしょう。そうにはそうには、いいこと言うにはね。ゆかりちゃん、ゆかりちゃんにしては珍しいね。いつもならちゃんと荷物の整理を終わらせてからって言いそうじゃけど。ああ、ゆかりは風呂好きだからな。えへへ。ああ、この、俺はゆかりのこと知ってるんだぜ。かん、たまらん。どうした、心臓でも痛むのか。あ、いや、なんでもないで、大丈夫よ。そうか。もうこんなところでぐっちゃべってないで、早く行くんごよ。尺がもったいないには。尺がどうのってのはよくわからんが、まあゆかりも行きたがってるし、まず温泉行くか。そうには。ただしには。ええー、ちょっと待つんご。なんで庭を縛り上げる必要があるんにはか。正論じゃねえよ。温泉入るのにお前を野放しにしとくのはどう考えても問題だろ。そこで待ってな、私らが上がったらほどいてやる。待って、待ってにはー、ゆかりちゃん、ほどいてにはー。すみません、マスター。ごごごごご。それじゃ行こうぜ。わーい。にはーん。ちょっと待つには。もうちょっとこっちに寄ってほしいには、実はさっき重要なアイテムを拾ったには、これは写しておくべきにはよ。ヒヒヒ、庭は縛られて見れないのに、君らだけお楽しみってのはおかしいだるおう。死なばもろともには、もし幽霊になれたら一緒に覗きに行こうや。着火。今なんか落としなかったか。しましたね。なんでしょう。なんで、くよくよは。な。ぬっはぁ、ここが天国にはね。いいや、地獄だ。痛いにはん。さて今回は、肝うがひな祭りだったかな。海鮮ちらし寿司を作っていく。材料を個別に買っていくと高くなるし、ちょうど目の前で半額になったので、この寿司金セットを使うことにする。その他には大葉、カニカマ、錦糸卵用の卵焼きを使う。材料は好きなものを使えばいいと思う。それではこれらを切っていく。はい、魚介類はこれらを煮切ったタレにつけて漬けにする。カニカマはほぐして、大葉は刻んでおく。薄焼き卵は切って錦糸卵にする。炊きたてのご飯にこれらを混ぜて酢飯を作り、大葉とごまを混ぜ込む。皿に盛って錦糸卵、カニカマ、卵焼きとエビ漬けの順で乗せて、マグロのすき身を乗せ、最後に食用菊を飾れば海鮮ちらし寿司の完成だ。海鮮ちらし寿司、魚介を贅沢に使った人
しな。うまいけど、漬けだからちょっと色が悪くなるのが問題だな。でも酢飯に散らすだけでできるし結構簡単だ。まあ、一から具材を全部用意するとなると、難易度と手間は一気に上がるがな。しかし、まさかひな祭りを祝うことになるとは思わなかったぜ。Thank you.